ポーランド国立銀行はポーランドの中央銀行。通貨図をティの発行を管理している。本店はワルシャワに置かれ国内の主要都市に支店を設置している。ポーランド国立銀行は欧州中央銀行制度に組み込まれている。ポーランド国立銀行は1945年から現在の名称を使用しているが、かつて ポーランドには二つの中央銀行が存在し、いずれもポーランド銀行という名称であった。1828年、フランチシェク・クサベルイ・イドゥルツキ・ルベツキがワルシャワでポーランド銀行を設立する。旧ポーランド銀行はポーランド立憲王国の機関として設立され、金利の調整や通貨の発行を担っていた。また、外国通貨の取扱いや外国の企業、 金融機関が発行した債券の購入を行うことも認められていた。クサベルイ・ドゥルツキ・ルベツキ・ポーランド発の中央銀行を創設した。11月放棄の期間に発行されたゴズオティ効果また、ポーランド銀行が存続していた間、資本金の額を上限として、紙幣や効果を発行することが認められ、当初は3000万ズオティ。 その後1834年には4200万ズオティ、1841年には5300万ズオティを発行した。また一個の法的主体として、ポーランド銀行はロシア帝国支配下のポーランドにおける多くの主要企業に融資を行っていた。1829年から1837年の間でポーランド銀行は、 収益の大半を道路建設に費やし、また1842年まで、ザグウエンビエ・ドンブロフスキエや、スカルジスコ・カミエンナ周辺のスタロポルスキ、工業地帯の石炭工業開発における資金の提供も行っていた。ポーランド銀行は11月放棄後のロシア帝国の政策で、機能不全に陥り、1月放棄後には、帝国財務省によって直接的に支配された。 反ロシア放棄が失敗したことを受けて行われたポーランド旧体制の解散が進められていた中、1870年にはポーランド銀行も通貨発行権を剥奪され、また長期債券の発行を禁止された。1886年1月1日、ポーランド銀行は正式に閉鎖され、 1894年までに保有していた財産はロシア国立銀行に吸収された。1918年に独立を取り戻した際、ポーランドには中央銀行が存在しなかった。1924年1月11日国家財政復元法により首相のブワディスワフ・グラプスキは株式会社的社団として新たなポーランド銀行を設立した。 当初の資本金額は1億ズオティであったが、その後間もなく1億5000万ズオティとなった。ポーランド銀行は政府の金融政策を実行していたが、政府からは独立した組織として存在していた。また主要出資者として、ポーランド共和国大統領は、ポーランド銀行の総裁及び副総裁を指名する権利を有していた。 1944年12月31日まで、ポーランド銀行は、紙幣印刷の独占権を持ち、また準備行のうち40%以上が、金保有によるものであった。また配当金の額は、収益の8%を超えないものとされた。高収益を上げた場合は、政府は、その50%から66%を得る権利を、有していた。 1939年のポーランド侵攻に先立って、保有していた金はポーランドからパリ、ロンドン、カナダへと移されて、戦火を逃れた。ポーランド銀行は、ポーランド亡命政府の中央銀行としてやはり、その機能を国外に移し、ポーランド軍の資金を拠出していた。1946年、国外で保管されていた金が、 ポーランドの共産主義系の新政府に返還されるが、ポーランド銀行は1952年に廃止され、その機能は新設されたポーランド国立銀行が継承した。その後ポーランド銀行という名称を持つ銀行が設立され、第二次世界大戦後のポーランドの計画経済を運営することが認められていた。ポーランド銀行は通貨、債券、貯蓄の集積を 独占的に行っていた。また PKO バンクは個人口座業務を行った。1989年に共産系政権が崩壊した後、ポーランドに市場経済が再び導入され、ポーランド国立銀行は他の民間銀行の通貨統制や監督に関する機能を制限した。ポーランド国立銀行の組織や機能は1997年の ポーランド共和国憲法や同年のポーランド国立銀行法で規定が設けられている。ポーランド国立銀行総裁は大統領の要請を受けて政務が任命し、その任期は6年間とされている。総裁はポーランド国立銀行の組織と機能に対する責任を負っている。同じ人物が総裁を2期を超えて務めることは認められていない。また、 ポーランド国立銀行の最高責任者としての役割の他に金融政策理事会や国立銀行運営理事会、金融監督委員会の議長も務める。また総裁は国際的な金融機関の枠組みにおいてポーランドを代表する役割も担っている。政権や他の国家機関から独立した立場を確保するためポーランド国立銀行総裁は いずれの政党の党員、支持者であってはならない。1992年から2000年までは、ハンナ・グロンキーエ・ビチバルズ、2006年までは、レッシェック・バルツェロビチ、2010年までは、スワボミル・スクシペクが総裁を務めてきた。スクシペクの自己死後は、第一副総裁のピョートル・ビエ・ショーエクが代行し、6月に、 元財務省及び元首相で全国際通貨基金、ヨーロッパ総局長のマレック・ベルカが総裁に就任した。ありがとうございます。